台風15号による大規模停電などへの対応について政府が自民党の要請を受け検証チームの立ち上げを決めました。かなり広範囲にわたっていろんな分野にわたって広がって発生している被害、この政治として、十二分に責任を果たせないのではないか。自民党は災害特別委員会を開き、台風15号による停電などへの被害について、内閣府や電力会社などで構成する検証チームの立ち上げを要請し、政府もこれを了承しました。政府側は、検証には今年いっぱいかかる可能性を示しましたが、自民党はできるだけ早い検証を求めています。また、被災した住宅の再建支援について、政府は300人以上の調査員を投入し、来月初旬までに一部損壊も含めた被災した住宅すべての調査を完了すると表明しました。